ある用事で長野県の方に、行きたいと思います。ありがとうございました。柏駅、ここから池袋向かってちょっと移動したいと思います。充電がやばい。ここで借りれるか。充電ないやんけこれ。嘘やろ。コンビニで借りれるモバ充みたいのを初めて利用したんですけど、充電なくて充電器を借りたのに充電器の充電ないってどういうこと？これはちょっとびっくりしたね。これって割と普通なんですか？これちょっとコメント欄で教えてください。夜行バスで長野県の方に向かっていきます。あ、これですね、サンシャインバスターミナル。池さんまだおった。バスターミナル着きました。12時集合なんで10分前に着いていい感じです。松本駅に到着しました。寒すぎ。なぜ、今回ね、長野県松本市にいるのかというところを説明いたしますと、実はですね、以前、こちらの動画ですね、こちらの動画、昨シーズンの一番最後の大会、地域チャンピオンズリーグでね、前歯2本を、失って、その前歯の治療費が、120万円かかるという動画を、出したんですけれども、なんと、そちらの動画を出したもうその夜かな、その夜に DM で長野県松本市にあります、竹渕歯科医院さんという歯医者さんからですね DM をいただきまして、僕の、YouTube を見てくれている方で、まあ、ビートップのねクラウドファンディングとかも協力してくれていたみたいで、なんと今回インプラントを無償で入れてくださるという。びっくりして、えみたいな。いやー、もうぜひ行きますと、北海道か長野県へでもどこへでも行きますよというふうにもう二つ返事しまして、今回は、長野県松本市に来ております。正直自分の力で120万円のインプラント治療っていうのは本当に悩んでたんで、そんな中いつのあの DM 本当にありがとうございます。まあ今日はね、その、竹渕歯科医院の方でまあお礼と、まあ実際に今日もね、治療を始まっていくっていうことなんで、そういったところをお見せできたらなっていうふうに思います。お願いします。マック見つけたんで編集してきます。よし、完成。終わった。今もう10時過ぎで11時半から、予約してるので、そろそろね向かっていきたいと思います。こちらの歯医者さんです。一生の恩人ですね、これは本当に。あ、インプラントって書いてますね、これ。じゃあ、行ってきます。
します。はい、ということで今、第1回目の治療の方が終わりました。これまだインプラントじゃなくて仮歯なんですけど、仮歯もめっちゃ綺麗にしてもらって、これ今回の多分治療もおそらくめっちゃ丁寧にやってくれて、仮歯が取れないようにこう噛み合わせとかも何回も何回もやり直してもらって、いや本当に感無量ですね。でこの後ちょっと6時からね、その歯科医院の竹渕さんの息子さんがサッカーをやられてるってことで、まあこれが恩返しになるのか分かんないですけど、まあちょっと練習の方に行って一緒にサッカーして、でまあ北海道のお土産とビートップのユニフォームをね、まあ渡してという形でお礼できたらなって思うんで、とりあえず6時までちょっとね、お腹も空いたんでちょっと時間を潰していこうかなというふうに思います。はい、ちょっと駅移動して筋トレとコインランドリー行きたいと思います。ドア横の開けるのボタンを押してお降りください。これ電車降りるときあれなんだよ、ボタン押さないと開かないんだよね、これね。おばちゃんに鼻で笑われました。来ました、僕の庭ありました。しっかり夜になったので、ここからアンテロープさんの、練習に参加しに行きたいと思います。行ってきます。はい、じゃあ皆さんこんばんは。ビート北海道というね、北海道一部リーグのチームでプレーしている畠山です。今回ね、まあ、みんなとサッカーできるということで、来たんですけど、ちなみに僕のことを知ってるよっていう人、どれがいますか？実は、サッカーもやりながら、YouTube もやってて、で、今日なんで、このアンテロープさんにこう、来れたかっていうと、竹渕、やってる歯科医院さんが、僕の歯の治療をしてくれるということで、実は前歯これ2本ないんだよ。で、これ本当に偽物なの。偽物。で、本当はこれなかったの、前歯、1個も。前歯2本ともなくて、歯抜けって言われてたんだけど、歯だけじゃなくてなんだけど、お父さんがつけてくれるってことで、前歯だから、おかげで今回来れました。なんで、拍手本当に前歯の本人なんで、で、ということで今日皆さんと、本当に楽しくやれたらいいなと思ってるんで、よろしくお願いします。お願いします。俺が基準でボール動かすから、例えば俺がこっちに出したら全員同じタイミングで出す。で俺がこっち出したら、こっち出したら誰が間違ったの？俺が指示した番号で返して1。こっちだ。いいねんよ。どうして OK。 3。おー、いい。3。
練習に行ってきました。本当にね、みんな純粋にサッカーを楽しんでていいなと思いましたし、で最後に伝えたのはサッカーを楽しむっていうことが本質で、やっぱ上手くなる過程を楽しむことだったり、ずっとできなかったことができるようになる楽しさだったり、いろんな楽しさがあると思うんですけど、そういう楽しさを見つけてサッカー頑張っていってくださいっていうところ、まあ自分は全然プロでもなんでもないんで、まあ、そういうことぐらいしか伝えれなかったんですけど、であとは本当に今回ね、竹渕さんの、まあ歯医者のおかげでこうやって松本のね素晴らしいチームとこう場所にね今こうして入れてるんで、本当に人とのつながりっていうのはやっぱりサッカーだけじゃないですけど本当に大事だなっていうふうに思いました。まあ、石川県、まあ僕が住んでた土地がね、こう今大変な時期にありますけど、やっぱそういう時もやっぱり支えられることがあると思いますし、なんか本当に考えさせられる、今回の長野遠征でした。はい、ということで今回はここら辺で動画の方終わりたいと思います。また夜行バス乗って、明日またね関東でトレーニングするんで、楽しみです。はい、見てくれてありがとうございました。また次も見てください。Thank you.